カトゥーン上田達也、スノーマン渡辺翔太に宣戦布告、せいぜい震えてろ、過去にはラウール倒す。カトゥーンの上田達也が6日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。スノーマンの渡辺翔太にメッセージを送った。スノーマン渡辺翔太、カトゥーン上田達也に遭遇5日に31歳の誕生日を迎えた渡辺は、 4日に解説したばかりの自身のインスタグラムにてライブ配信を実施。個人アカウントを解説した経緯や、アイコンについて説明したほか、バースデーソングを歌い自身の誕生日をファンと共に祝福し、交流していた。また、渡辺は同ライブ配信にて上田と遭遇したと告白し、挨拶した、怖かったとインスタグラムの個人アカウントを持つ先輩でもある上田の印象をコメント。 その後、上田は、渡辺、次の獲物はお前に決めた、せいぜい震えてろ、とメッセージを送り、反応していた。これまで、ファンからの質問をきっかけに先輩や後輩の投し方について研究していたほか、渡辺と同グループで活動するラウールを倒したことなどで話題となっていた上田。渡辺は、上田の投稿を引用し、終わったと危機感を募らせている様子を見せた。 このやりとりを見たファンからは、上田くんからの確定演出いりました、笑いチョッピー、渡辺の相性、気をつけて。ちょっと心配だけど、倒されてるところ見たい、笑いなどとネット上に反響が寄せられ、注目が集まっている。